はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のパッカですね。パッカ、はい、ずっとね発売されたのは知ってたんですが、この辺ではそれがなくて、ガチャガチャね。東京この間行ってきて、で下北沢のビレッジヴァンガードの前にありまして、はい、2つガチャガチャしてきました。はい、行きます。あのね、これなんだっけ、なんたらスナイパー、ミニスナイパー、なんだったっけ。まあまあまあ、パカッ、はい、よいしょ。おーほほほ、なるほどね。パカッパカッ、あーほほほほ。あのね、ミニチュアスナイパーっていうか、ミニチュアスナイパー、日常にスナイパーは潜んでいる。ミニチュアスナイパー、あー、この落下性スナイパーっていうの欲しかったな。こんだけあるんですね。ガムの中にいるのとコーヒーフレッシュで、落花生プチトマトキャンディーね。ガムと落花生が良かったけど、僕当たったのね、これね、プチトマトとコーヒーフレッシュ、全5種類なんですね。コーヒーフレッシュスナイパー、こういうの面白いんですね。プチトマト、おぼた、結構重量感ありますね。ちょっとね、こうスナイパーをね入れ込まないといけませんのでね。あ、これ上半身だけなんだ。こうこうか、うん、こうだ。はあ、狙ってるわ。プチトマトのね、ヘタっていうんですか、ヘタかぶってね、コーヒーフレッシュスナイパー、これもまあまあいいですけどね。あ、これいいですね。こう入れ込みがちょっと難しいぞ。お、入った入った入った。あー、いいねいいねいいね。ほれ、面白いね。プチトマトヘタかぶってね、これね、スナイパーが狙ってます。ちょっと分かりづらいな、これ。こうしたら分かる。あ、これでね、コーヒーフレッシュスナイパーはこういう感じですよね。ね、ほれ、トマトちょっと分かりづらいですね。これいいわ。落花生スナイパーも欲しかったな。コーヒーフレッシュいいっすね、これね。これほらこれいいな。プチトマト結構重量感、本物ぐらい、本物より重いんじゃないかな、これ。本物のプチトマトよりね。お、いいわこれ。あのね、上半身だけなんですね。体は下半身ないですね。ね、こうはめ込んで、うん、っていう感じですね。背中、こう、背中はちょっとバレてますね、かなりね。ね、プチトマトね。これいいわ。コーヒーフレッシュ、これいいですね。僕これ好きだ。面白い商品だね。また見つけたらやりたいですが、この辺ではないんですよね。コーヒーフレッシュって書いてありますよ、これね。もうちょっと寄ってみましょうか、スナイパーに。ここでいっぱいですね。ね、プチトマト、これ背中ね、狙ってます。何狙ってるんですかね。ね、何狙ってんだろう。官房長官わかりませんかなんで官房長官なのかわかりませんか、ね、副大統領とか ね、ナンバー2を狙ってる感じですかね。トップは狙わない、うん、あ、でもこれなんか軍隊っぽいですもんね。狙ってるわね。狙ってないかもしれませんね。ね、格好だけっていうね。で、いいんじゃないですか。もう狙ってるけど、打たない。はい。ね。そういうライフスタイルですね。格好だけっていうね。そんな方が可愛らしくていいですね。すいません。まあ、ちゅうことで、これいいわ。これは、どこのだ？あ、タカラトミーアーツさんですね。まあ、ちゅうことで、はい。まじゃまじゃじゃ。まあ、じゃ。すいません。